クラークスバーグはアメリカ合衆国ウェストバージニア州北中部にあるハリソン郡に位置する都市であり同郡の郡庁所在地でもあるクラークスバーグ小都市圏の主要都市である2010年国勢調査での人口は16,578人だったクラークスバーグは全米都市同盟から2011年全国的小都市に指名されたハリソン郡庁舎 クラークスバーグとなった地域で最初に記録に残る訪問者は罠漁師のジョン・シンプソンであり、1764年に外略北緯39度16分53秒、整形80度21分05秒、北緯39.28128度整形80.35145度、39.28128-80.35145の地点。 ウェストフォーク側のエルククリーク河口の対岸で宿営した。1772年にはすでに開拓者たちがクラークスバーグの現在ある場所近くの土地を所有し始め、1773年、ダニエル・ダビッソンが400エーカーの土地を所有して、その上が町の主要部となった。1774年、クラークスバーグの金傍にはダニエル・ダビッソン、トマス・ナッター、 サミュエル・コットリル、ソーサ・ヒックマン、サミュエル・ベアード、アンドリュー・コットリル、オバディア・ダビッソン、ジョン・ナッター、マシュー・ナッター、アマジア・ダビッソンが入植していた。公式の記録が作られていない、こういう地に他の者たちが入っていたことは疑いない。クラークスバーグは1785年にバージニア州の町として設立された。その名称はインディアン戦争とアメリカ独立戦争で、 イギリス軍やインディアンに対抗して何度もフロンティアに遠征を行うことで名声を得たジョージ・ロジャース・クラーク将軍にちなんでいた。クラークは1778年に現在のインディアナ州にあるヴィンセンズ・トリデを占領したことが特に有名である。1787年、バージニア州議会がクラークスバーグにランドルフ・アカデミーを設立した。アレゲーニー山脈より西では 最初の教育機関だった。初代軍庁舎の建設が1787年に始まった。この建物の後に4台の庁舎が次第に大きくなって建設された。最新の建物は1932年に完成したものである。初代軍庁舎は現在の2番通りとメインストリートの北東角にあり、監獄はメインストリートの反対側。 現在長老派協会が建っている場所の近くにあった。交通事情が悪かったために1830年代までは発展がゆるりとしたものだったが、ウィンチェスターからロムニーとクラークスバーグを経由して、パーカーズバーグに至るノースウェスタンターンパイクが建設されて状況が変わった。1850年代半ばには、ボルチモアハイオ鉄道が開通し、発展を加速させた。 南北戦争の時、鉄道のあるクラークスバーグが北軍の重要な補給所となった。1840年、日中の駅場車線と郵便の定期配達が行われるようになり、パーカーズバーグからはオハイオ川の蒸気船に接続された。1880年代半ば、州内では初の電話サービスがクラークスバーグで始まった。1887年、 市は6マイルの上水道を伏設し、1889年にはメインストリートに電灯が灯された。1900年、最初の下水道が通され、メインストリートとパイク通りはレンガで舗装され、さらに市では初の路面電車の軌道が敷かれた。1931年8月、ハリーパワーズ、通称静かな谷の青髭がマサチューセッツ州のドロシーレムケと、 イリノイ州のアスター・アイヒャーと、その3人の子供たちを殺した容疑で告発された。その死体は、クラークスバーグに近いクワイエット・ゲルにあるパワーズの家で発見された。連続殺人について、興味を引く話で注目させたので、その傍聴者を入れるためにクラークスバーグのムーアのオペラハウスがパワーズの裁判に使われた。パワーズは、レム家の殺人容疑で有罪となり、 公式刑を宣告された。1996年10月11日、土地の反政府準軍事組織である山岳民兵隊に関わりがあるとされる7人の男たちが、クラークスバーグにある連邦捜査局刑事事件情報サービス部施設を爆破しようとしたという容疑で逮捕された。その隊員が大量の爆破物と新刊を集める一方、 リーダーであるフロイド・レイモンド・ルッカーがクラークスバーグの消防士から FBI 施設の見取り図を入手していた。ウェストバージニア州、ペンシルベニア州、オハイオ州の5カ所から警察がプラスティック爆弾を押収した。ルッカーは FBI の覆面捜査官に5万ドルで施設の見取り図を売ろうとした後で収監された。ルッカーは その捜査官を国際テロ組織の代表だと思っていた。1998年、ルッカーは禁錮18年間の判決を受けた。他に二人の被告が爆破防御で有罪となり、見取り図を渡した、消防士も1年間収監された。2012年6月29日、デレージョと名付けられた暴風が、ウェストバージニアを横切り、その通り過ぎた後に、 倒木や壊れた家を残した。デレーチョは、急速に移動する一帯の強風に関わる広がりを持った暴風である。アメリカの科学者は、この種の気象を表現するために、1888年にスペイン語を用いたが、ウェストバージニア州民の多くは、2012年にデレーチョが起こるまでそのことを知らなかった。この嵐は午前11時頃に、イリノイ州で形成され、 東に移動した。ウェストバージニアには午後6時頃に到着し、時速約70マイルで横切った。いくらかの雨を伴ったが、被害を与えたのは、風だった。風速は、チャールストンで時速78マイル、クラークスバーグで66マイル、ベックリーで68マイルを記録した。この暴風は、州内で広く、損害を与えた。強風で木が倒され、 それが停電につながった。約68万の家屋と企業が停電となり、その後の週にも続いた暴風で、さらに停電が広がった。停電を解消するために1週間以上を要した。水道、ケーブル、インターネットが普通になった住民もいた。週内を熱波が襲っている時にこの暴風が吹き、気温が下肢100度を超える日が数日続いた。 ウェストバージニア州保健局はこの暴風による死者を3人と発表した。これ以前にウェストバージニア州でデレーチョが記録されたのは1991年だった。クラークスバーグは自然の資源に恵まれ、鉄道施設を容易に使えることもあって、化学プラント、レンガ工場、陶器用、鋳造所と機械工場、後器とオケの会社、ガラス工場、 ウィアトン製鋼所の前身であるジャクソンブリキータ会社などの製造業を誘致してきた。経済の発展により19世紀から20世紀初期に移民の波が続きアイルランド人、ギリシャ人、フランス人、ベルギー人、スペイン人が入ってきた。20世紀初めのクラークスバーグには銀行8行、病院3棟、1909年に開業した優美な7階建ての ウォルドなど立派なホテル数箇所があった。7階建てのエンパイア銀行ビルは1907年に完成し、9階建てのゴフビルは1911年、10階建てのユニオン銀行ビルが1912年に続いた。1929年時点でクラークスバーグの人口は史上最高点の35,115人に達していた。世界恐慌の間に工場が減り、 人口も減ったが、第二次世界大戦の時には、鉄道が再び中心的な推進力の役割を果たした。1970年代に、週刊高速道路79号線が建設され、4車線のアメリカ国道50号線、アパラチアンコリダー D は、週刊高速道路79号線と道77号線をつないだことで新たな発展があった。 しかし1980年代の工場閉鎖はマイナスの効果になった。1990年代に政府と技術分野で新たな拡大があり、FBI 刑事事件情報サービス部がクラークスバーグに移転してきて、新しい連邦政府ビルが建設され、またフェアモント州立大学のクラークスバーグ校を入れる建物も建設された。1975年、 マーセル・ブロイヤーが設計した新しい公共図書館がオープンし、建築物の衣装が豊富な中心街に新たな要素が加えられた。市内では日刊誌イクスポネント・テレグラム、テレビ局3局、ラジオ局6局が運営されている。クラークスバーグでは、ウェストバージニア州で最大級のショッピングモールである。 イーストポイントノースポイントが、週間高速道路79号線に隣接してある。小売業の大半がここに移転し、中心街は多くの専門職の街に変わっている。アクロアゲートビー玉会社は、ガラスビー玉の分野で世界のトップメーカーである。1911年に、オハイオ州、アクロンで組織され、1914年に、ガラス社や安価な燃料用天然ガスが得られる。 クラークスバーグに移転した。1930年代と1940年代のチャイニーズチェッカーズの流行によってビー玉が大変利益を出し、週に200万個が製造された。1930年代からガラスカビン、火器、多色ガラス容器の製造ラインが作られた。第二次世界大戦で金属製玩具が限られた時にティーポット、カップ、皿など子供用の 小さなガラス機が安価な箱入りセットで売られた。ビー玉とそれと同様な色合いで多色着色された商品が今日でもコレクターに求められている。圧延された商品は登録商標である A の文字をカラスが飛んで抜けている絵柄で識別される。アクロアゲート社はサウスチェスナット通り近くにあったが1951年に生産を止めた。ヘーゼルアトラスガラス社は ガラスの製造で州内に知られた巨大企業であり、1902年に4社の合併で作られた。1930年代から1950年代まで国内最大のガラス製造会社であり、ピンク、緑、青、無色、黒のガラスによる安価な不況ガラステーブルセットを製造した。オート麦、コーヒーなどに使われた数十万のガラス製品が、 ヘーゼルアトラスで製造された。ウェストバージニア州のヘーゼルアトラスガラス工場は、グラフトンのタイガーと側に沿ったものもあり、広口缶詰用ジャーを作っていた。また、世界最大のタンブラー工場がクラークスバーグにあった。1920年では、クラークスバーグ工場は、床面積が15エーカーあり、従業員1200人が働き、商品は世界中に出荷された。 ホイーリングにあった金属工場がガラス容器用の蓋などを作っていた。1995年 FBI が刑事事件情報サービス部施設の建設を完了させた。2億ドルをかけたこの施設は986エーカーの土地にあり FBI の全国法執行記録を保管する場所である。この建設はロバートバード上院議員の努力で実現した。 1990年、上院歳出委員会の委員長となって2年目にその予算を確保し、ワシントン DC ではなく、ウェストバージニア州に建設させた。クラークスバーグは、北緯39度16分53秒、整形80度21分05秒。 北緯39.2813度整形80.3514度39.2813-80.3514に位置しており、ウェストフォーク川とエルククリークに沿っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.74平方マイルであり、すべて陸地である。クラークスバーグは、 ウェストバージニア州の北中部にある。西アレゲーニー大地の生態系の中にある。アメリカ国道5 5号線と同19号線の交差点があり、国道5 5号線と、週刊高速道路79号線の交差点からは、西に2マイルにある。エルククリークとモノンガヒラ川のシリウエストフォーク川が、合流する地点での標高は1007フィートである。ウォルドホテル。 1918年撮影、クラークスバーグは市内の幹線道であるアメリカ国道50号線と週間高速道路79号線の交差点にある。その他の主要高規格道路としては、